今日は全国が注目する田中投手対大谷投手の試合となりましたが、見事な逆転勝利でした。そうなの？大谷に注目してるわけじゃないだろう。田中に注目してるんだろう。まあ、その田中投手2点を先制されましたが、今日はどのようにご覧になってましたか？今日はここのところではやっぱり一番悪かったかな。いいボールと悪いボールがはっきりしてたな。ただ味方の打線の方が5回にうまくつながって、まあ、エースに負けをつけられないという気迫感じました。そうですか。 あなたたちが感じるんならそうでしょうな。その打線のつながりという部分ではいかがでしたか？ここのところちょっと 0-0 の引き分けからね、打線がチャンスはあるけども1本出なかったというのは、まあそこで藤田がナイスミートしてくれましたからね、まあ、あれでちょっといけるかなっていう、まあ和夫のホームランは風がものすごく後押ししてくれたかな。大谷投手についてはなかなか序盤は打ちあぐねたと思いますが、まあ、初めての対決だから、まあ、次来たらもう捕まえるでしょう。結局田中投手は9回完投勝利ということで、まあ、本当は8回で終わろうかなと思ったら本人が行く気満々で、最後まで行ってくれましたわね。まあ、一発9回アブレイク怖くて、コースつきすぎたかな。これでついに開幕からの連勝が20ということになりました。すげえやつだよ。もう想像を絶するな。こんなピッチャー見たことない。開幕20連勝はメジャー記録を抜く世界記録だそうです。ああそう、世界記録、なんとも言えんな。素晴らしい。101年ぶりの記録更新ということで、100年間誰も更新できなかった記録を破りました。まあ破れないでしょう。もう100年経っても、まあ、俺は生きてないけども、みんなも生きてないわな。